いや俺はでも仲いいと思ってますけどね、羽田君と。いやだから俺は全然心開いてるけど、全然開かんじゃん。全然開いてます、ね、心開く開かない、その見えないところだけじゃなくて開かん開かんやん。じゃあちょっともうまだあるんで、まあね、まあね、まだね、ちょっとこっから反省してちょっと頑張ってコミュニケーション取るようにします。いや頑張ってコミュニケーション取るんじゃないかな。それはそのまま気遣って、羽田君もっすよ、羽田君もちょっと気遣いすぎっすよ。そこはもうバンバン言ってください、先輩なんですから。そこは言ってください。だから先輩だから難しいじゃん、そのなんかさ、いやでも1個なんで、1個差なんで、もいやだからダメみたいなもんじゃないですか、こっちのセリフだから。1個差だからもっと来いよ。ああ、俺が言っちゃっていいですね。わかりました。そうそうそう、下が言う言葉じゃない。俺が行けばいいですね。そうそうそう、 OK です。もうじゃあ、もうちょっとなかなか話していただいて、だいぶ尺長いっすよ、みんなだいぶだいぶ、だいぶ長い。今何分っすか？11分半。今もほぼほぼ羽田君が喋りますけどね。じゃあもう最後にちょっと真面目にこうバシッと、はい、戸島選手、はい、そうですね、今週の意気込みをじゃあ話してもらって。まあやっぱり、まあ、横浜 FC から加入して、まあ、去年は、まあ、J1 昇格することができたんで、まあ、その経験を、まあ、大宮 FC でちょっと待って、お前も、お前も、いろいろやべえよ、これ。全部使えなくなった、今ので。お前 FC じゃない、お前 FC じゃない、お前 RD じゃない。お前、一回置いてこいよ、FC の気持ち。お前 RD じゃない。使っちゃうよ。はい、いいっすね。これは本当だからサポーターの心掴むか話したかはもう分からない。確かにね、うん、もうやっぱお前閉ざしてんだよ、やっぱりまだ完全に炎上する場所で大丈夫ですか。お前の恐れてる炎上ね、まず新体制でね、一幕あったしね。あ、そうなの。俺じゃないですよ、俺か、あ、浦和のね、県、あ、そう、浦和レッズだったみたいな。少年時代ですよ。それはまあ可愛いよ。それはしょうがない。今のは可愛くない。天然じゃないですか。いやだからそうそう、確かにお前天然だしなっていうほどだから知れてないの。そうだよね、今天然だよねって言っても絶対嘘だな、こいつってバレるから。まだそこまでそうって言ったんだから。そうです、で、お見合い師のために、いや、お見合い師のために、まあ絶対 J1 昇格できるようにその経験を生かして頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。しまったな、全然しまんない、しまりましたね。全然しまんないし、その昇格の経験生かせない、絶対それ。可愛い一面も出ました。お茶目な。お茶目な。こんなやつです。会話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。